こんにちは。今回は昨日病院に行ってきたので、そのレポートをしたいのと、チェックの様子について、診療代がいくらかかったのかお話ししたいと思います。ちょうど昨日の夜18時ぐらいに病院に行きました。で、本当はですね、2週間後に病院に行く予定だったんですけど、前回お話しした通り、本当はね、1週間ずつ抗生物質とステロイドを飲ませるようにお話しされていたんですが、ステロイドを早く投薬することができないかご相談して、そのようにしたので、1週間早く病院に行くことになりました。それでですね、今の容態なんですけど、あんまり良くなってないかなって思います。ステロイドを投薬したので、かなり良くなってくれたらなっていう願いはあったんですけど、ちょっとね、今見てわかるかなと思うんですが、目が少し垂れて、白目の部分がね、ちょっとよく見えるようになってきて、呼吸も良くなくて、リンパも腫れている。まあ、つまり、前回と同じですね。でですね、先生もそれを見てですね、やはり、リンパの腫れが収まってないですねっていうことでした。ステロイドが効いてないんですかって聞いたんですけど、ちょっと薬の量がね、少なかったそうなんです。なので今回からステロイドを2倍にしてもらうことにしました。で、抗生剤は、まあ、肺炎とか感染症の疑いがあったので、それも一緒に投与してたんですけど、どうやら関係なさそうだということで、今回からやめにしました。でね、体重なんですが、前回ね、1136ぐらいだったかなと思うんですけど、今回は1080g になってしまってました。この通りね、チモシーも結構食べてくれてるんですけど、健康の時よりはかなりね、当たり前ですが、調子が悪いので、食べる量は半分ぐらいになってしまったかなって感じなんですね。なので、まあ、体重が減るのは仕方ないにしても、まあ、これ以上減らさないようにしたいなって思ってます。以前みたいに全く同じように戻ってほしいっていう高望みはしてないんですが、ステロイドが効いてくれて、現状維持か、まあ少しそれよりも食べてくれるようになることを祈るばかりですね。あと、喉のところにあるリンパもかなり腫れていて、でそれが圧迫して苦しいんじゃないかってことを、先生がおっしゃっていたんですが、この投薬でこれも落ち着いてくれたらいいですねってことでした。頑張ろう、ちっちこれから治療をどうしていくかなんですが、もしこれが効かなかったら最終手段としてステロイドを注射するっていう方法で治療していくんだそうです。私もね、ちょっと最終手段って聞いて怖くなっちゃったんですけど、もしね、その投薬の方法が効けば、それでずっと投薬を続けていくっていう感じになっていくんですね。悪性のリンパ腫っていうと、血液の癌って言われてます。抗がん剤をね、モルモットに打ってしまうと、ペースが早く弱っていってしまうとのことだったんです。なので、先生は抗がん剤はおすすめしないというふうにおっしゃっていたので、ステロイドで投薬を続けていきたいなと思ってます。どちらかというと、完治を目指す治療ではなくて、症状を抑えて、穏やかに暮らしていくっていうイメージの治療になっています。気になるところはどのぐらいそれで持つのかってことだと思うんですけど、早い子で数週間ぐらい、耐えられる子で年単位っていう風におっしゃっていたので、本当に何とも言えないんだなって感じですね。私がだからできることとしては、チェンに穏やかに、なるべく穏やかに過ごしてもらえるように投薬を進めていくってことしかできないみたいですね。投薬の方法なんですけど、前回お話しした方法だと、野菜に振りかけて、粉の薬を振りかけて投薬するっていう方法をご紹介したと思うんですが、その方法だとね、食べなくなっちゃったんですよ、いろんな他のご飯を。インスタグラムの方でフォロワーさんにね、投薬をしたことがある方、シリンジで飲ませるっていう方法で進めていたって方がとても多くて、例えばなんかシリンジの中にお薬を入れて、その後に絞り汁を入れてあげて、みかんの匂いにつられて寄ってきてくれると。みかんの味がするなと思ったら次に薬がドッと入ってくるような感じ。あとは何かを食べてる最中に横からスッと入れてあげるみたいな。そういう方法をいろいろ皆さん工夫されてるようで、シリンジであげるのもいいんじゃないかなって
思い始めまして、シリンジをペットの小島で買ってきたんですよ。で、ね、そしたら、そのシリンジがかなりぶっとくて、で、小動物コーナーに行った時に店員さんに聞いたんですけど、それしかないっておっしゃっていて、で、多分代用できるからやってみてくださいって言われたんですけど、ちょっとね、そのシリンジは太すぎると思うっていうコメントをね、たくさんいただきまして。そしたらですね、本当にありがたいことに、フォロワーさんの中で DM を送ってくださった方がいて、で、その方は、以前、闘病していたモルモットちゃんがいたんですけど、で、そのモルちゃんのために用意してあったシリンジがたくさん家にあるので、それを送りましょうかっていうふうに言ってくださって、お言葉に甘えて送ってもらいました。で、その、シリンジで投薬する方法に変えたら、かなりご飯食べてくれるようになったんです。多分、おやつ、今まで食べてた美味しかったおやつが美味しく感じないってこと自体が、かなりチェックにとってのストレスになってたんじゃないかなって、そういうふうに思って、おやつの時は美味しく、で、お薬だけはちょっと我慢してもらうっていう方法で、今は進めてます。じゃあね、今回もシリンジであげてる様子を撮影してみたいなと思うので、ちょっと見ててください。まだそんなに私もね、上手にできないので、見ててイライラさせてしまったら申し訳ないんですけど、私も記録として残しておきたいと思っているので、動画に収めたいと思います。はい、じゃあ今から投薬の準備をします。前回は野菜にこの粉を振りかけるという形にしてたんですが、シリンジであげるように変えました。この中にはね、水が入ってます。で、これが矯正給餌用のシリンジ。で、これがステロイドになってます。で、これラクトバイトって言って、小動物用の乳酸菌のペーストになってます。ラクトバイトはわかりますかね？こんな感じ。本当にゆるい半透明のペーストになってます。ちょこっと入れます。で、そしたらちょっと混ぜる。こう水で溶かしやすいです。で、ある程度溶けたら、あげる分だけ、ちょっと吸い取りたいと思います。はい、こんな感じで、0.4 ぐらいかな。もう少し少なくてもいいよっていうアドバイスもいただいたんですけど、それだとね、結構粉がしっかり、なんていうのかな、塊で残っちゃってたので、私はこれぐらい入れるようにしてます。で、こっちに、あげる分だけしっかり移して、よく混ぜておきます。混ぜたらちょっと端の方に移して、これをシリンジに吸わせたいと思います。チチレタス食べる？食べよっか。はい。どうぞ。はい、じゃあ今回も診療代発表したいと思います。診療代は全部で4180円でした。最新が1100円で、内服薬が3800円ですね。4180円でした。はい、ということで今回も闘病の様子を動画に収めてみました。またね、病院に行くのは2週間後なんですけど、お話できそうだったら、YouTube とか、あとは Instagram の方でもご報告したいと思っています。
あと随時インスタグラムの方では体調の状態とかも記録しているので、そちらでぜひ見ていただけたら嬉しいです。そしていろいろコメントをいただいてるんですけど、本当にありがとうございます。わざわざ DM をくださってる方も本当にありがとうございます。お返事がすぐできない方もいらっしゃるんですけど、必ずお返事しますので、遅くはなってしまうと思いますが、お待ちいただければと思います。次の更新までぜひチャンネル登録しておいていただけると嬉しいです。では今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。